はいどうも、黒三つ葉です。ということでパート4やっていきたいと思います。いやまあこんな感じなんですけどね。やばいやばい、暴れてる暴れてる。はい、中に入りましょうと。あ、ドーブルいる。何あれ隣にいるの。はいはいはい。あ、ラプラス？ラプカス？ラプラス？ラプカス？どっちかわかんないけど、よく間違いないな、みたい。はい。うん、あ、ロトムやっぱ出てきた。そうそう。じゃあロトムさ、あれなんよ、あの表紙に書いてあったんだよね、パッケージに。ロトムはちゃんとね、あの厳選しましたよ厳選して。あ、ロトムだ。やっぱね、ハイドロポンプのやつだよね。あの、冷蔵庫だったっけ？洗濯機だっけあれ。洗濯機のやつが一番強いね。はいはいはい。ロトも欲しいな、ちょうだい。ねえねえ。あ、すげえ。何このバージョン、見たことない、このロトも。え、もらえんのこれ。え、ロトも。バトルには使えない感じなのかな、これ。あ、ローラー、潮風に誘われ遊びに来たよ。わあ、あの曲も知らねえわ。これロフト？秘密です。へえ、オッケーオッケー。あ、島巡りについて大事な話をしようって。いや確かに島巡りっていうのはちょっとあんま分かってなかったから嬉しいね。今回はじゃあ、あの島ごとに四天王がいるみたいな感じなのかな。はい、はいはいはい、 OK。 おい、なるほど、島巡りの証やったね。ということはまあ俺は結構だから、冒険者は今回はなんか島巡りっていう、チャンピオンを倒すとかじゃなくて島巡りをするっていうのが目的なのね。今まではさ、図鑑を埋めるとかさ、そういうのが目的だったけど、トレーナー作る、めんどくせー。学校は綺麗だ、学校は綺麗だ。別に、ほんま、実際あんま好きで、実際あんま嫌いじゃないけどな。よし、はいはいはい、案内してくれるそうなんで行きましょうか。お前バトル、お前、まあいいよ、分かったけど、いいや、まあいいや、もうロトムロトムは常にいるもんだと思っとこう。ちなみにね、下画面ちょっと見しとこうか。ロトムね、こんな感じでいます。はい。こんな感じでロトムが下にいるんですよ。戻りまーす。スッと。はい。じゃあ行きましょうか。はい、もうスッと出ていいのかな。なんか、まだ中行った方がいい。トレーナーズスクールっつってたよな。トレーナーズスクールってどこなんだ。人の話全く聞いてなかったな。こっち行けばいいのかな。はい、痩せのとこ見れますね。やど、まあ2体目はまあいいかな。1体いれば十分です。
はい、この葉でね、ガンガン削っていきましょう。強い。いやー、ほんと強いわこの葉。ただ弱点つくとね、威力バカでっからね、このゲーム。よっしゃー、いいね。オゲイ、はいはい、次次。あ、いけないな。弱くだけが必要と。オッケー。またヤドンか。ヤドン、そんなレアキャラじゃなかったな。結構、結構いっぱい出てくるね。さあ、この背景、いやー強い。木目がマジ強い。木目ちゃんめっちゃ可愛いし強いからな。やばいな。いけ、この葉。ヤドン倒れた。強いな。ゲイということで、今回のパートちょっと時間の都合上短くなっちゃうかもしれないけど申し訳ないっす。学校のスクール、トレーナーズスクールってどこなんだろう。ちょっと一回中戻ろっか。はいはい。じゃあここ下にあったりしないかな。めっちゃ研究所じゃん。でなんかここにあるんだろう。あ、ここでロトムが変幻自在になると。よろぞ。いいですね。はいはい。秘密ですって言ってたとこに。いいね、なんかポケモンがそこら中にいるじゃん。こいつなんて名前なんだろう。見たことのないポケモンだけど。やっぱ外出ていいのか。なんか適当にじゃあブラブラしましょうか。早くチャリが欲しいな。歩くの遅いな。あ、キャモメ、まあ、キャモメはいらんかな。極力ね、あの新しいポケモンをいっぱい使っていきたいなっていう気持ちがあるので。そうなんだよ。ちょっと逃げましょうか。マジか、早いなこいつ。もう一回逃げる押せばいけるかな。マジか、逃がしてくれねえのこいつ。よし、極力動画外でレベル上げとかはしようかなと思ってるので。これなんだろう。あ、我が家だ。実家に帰っちまった。こっちかな、こっち行ったらいいのかな。あ、いけるいける。あ、ポケモンセンター、へえ、この近くにあったんだ。あー、ポケモンセンターこんな感じなんだ今回。うん、はいはいはい。なるほど、島巡りのための道具とか集まるんだね。ゲーナーズスクールがどっかちょっとわかんないっすわ。あ、うわー、ロトム優秀。ロトム優秀ってね、なんで優秀かっていうと、今ね、この下にいるロトムがいるんだけど、そいつがあの、目的地をトレーナーズスクールに設定しましたっつって。優秀だわ、こいつ。うわー、なんか嬉しい。なんか素直に嬉しい、今の全員見れたの。早くね、学習装置が欲しいんだけど、はい、買いに来ました。
とりあえずボールを、10個買っといて、ボールはねいくつあっても困らないと思うんで、はい、あざっす。まあこれでいいでしょう。ここはねまたおいおい買っていきましょうか。とりあえずボールさえあればなんとかなるとは思うので、はい、あーまたこいつか。俺がバトルでどかしゃいいんだな。なるほど、はいはいはい、これ謎作る青黒蜜葉、むっちゃすげえな。どうやって追い越してきたのかはちょっと置いとこうか。普通に学校だな。4人のトレーナーに勝つんだ。あ、もしかして早い、今回入手が早い、嬉しい。やった、これは素直に嬉しいですね。もうオンにしたって言ってたっけ、今オンにしてありますね。いやー嬉しい、これは嬉しいぞ。まあ4人のトレーナーをね探して勝てってことなんですけど、ちょっとそろそろ時間かな。まあじゃあ1人2人倒せばいいかなぐらいで、学習装置は嬉しい、本当に嬉しいね。シンプルに嬉しいわ。ゆっこちゃん、嘘八、お嘘八いい、嘘八と結構、じゃあ最近のポケモンもやっぱ出る、最近っていうか昔のポケモンも結構出るんだな。はい、こいつ頑丈だよね多分。あ、その前に削りきれんかったわ。嘘の木、ウサハチといえばウサの木だよね、やっぱ。ここがちょっと下がったね。まあまあ。木の葉でね、削り切りますよ。よし、オッケー。オッケー、11レベル。驚かすを覚えたい。忘れさせようか。威力的には、やっぱ一番低いから、鳴き声も一応取っときたいんで、この技を諦めましょうか。驚かすをちょっと諦めます。確かにゴーストタイプを覚えておくと有利は有利なんだけど、まあ、おいおいね、多分他のポケモンも覚えると思うので。よし。めっちゃ負けても笑顔だな。逆に怖いわ。はい、という感じですね。ちょっと今回ここら辺で終わりたいと思うんですが、ちょっと今後ね動画の進める方針としましては、ここら辺もねもうちょっとカットしていきたいと思います。全部全部撮ってたらやっぱキリがないし、上げるのも編集するのもちょっと大変なので、とりあえずまあ気が向いたらって言ったらちょっと失礼なんですけど、やっぱちょっと個人として楽しみながらやっていきたいと思うので、動画にね、収めるのは結構大事な場面は収めていきたいと思うんですけど、それ以外は基本的にまあ、自分の方でこなしていって、まあ、あらすじを話す感じにしようかなと思っております。はい。事務戦とかはね、極力取れるといいなと思ってるんですけど、まあ、それ以外は、動画には収めずですね、やっていきたいと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっと今回はね、短めの動画になって申し訳ないです。ということで、パート3ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンならぜひぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあね、バイバイ。